6つのコップを使ったカラーマジックです。まず透明の水溶液を隣に移しますね。そうするとちょっと泡立ってますけど茶色っぽくなると、紅茶色ですね。それをまた隣のカップに移すと色が抜けました。抜けました。でさらに次のカップに入れると、はい、鮮やかな赤紫色です。それをまた隣のカップに入れますとまた茶色っぽくなりましたね。で最後この右端のカップに入れるとちょっと色濃いんですけど紫色になりましたですね。種明かしなんですけど、こちら最初の透明の水溶液が溶化カリウムです。で次が漂白剤ですね。塩素系の漂白剤で、溶化物イオンが酸化されて要素の単体の色ですね、ちょっと茶色っぽい色になるわけですね。でその次がこれが水酸化ナトリウムです。でそれがアルカリで無色になると、ね、アルカリに溶解して無色になります。それでこれアルカリ性ですから、それがフェノルフタレイン指示薬が入っているところに加えると赤紫色、それを、こちらに入っていたのが実は塩酸で、まあ、中和されて中和点を超えるとまた酸性になってさっきの酸性色になるとですね、戻るわけですね、茶色っぽく戻るわけです。で最後にこちらにあったのがデンプンの水溶液ですね。デンプンを溶かしたもの でその要素の単体とデンプンが反応して要素デンプン反応で紫色になると、ちょっと濃いですけどね、カラーマジックです。